こんにちは、おときゅうです。これから富良野線に乗ります。34番線発車案内板は旭川駅を始終着する列車がずらりと並びます。この発車案内板だけ見せられて、この駅はどこでしょうと聞かれても、すぐに旭川駅と答えられそうです。これから根室本線廃止決定区間富良野新得間に乗車します。本日はその前半で列車で走る区間富良野東鹿越間をお届けします。これから旭川駅11時33分発富良野行き7290に乗ります。現在災害で普通の東鹿越新得間は4往復代行バスが運転されています。東鹿越側から乗りたい場合は初発が8時6分101便で、次15時13分105便です。初発に乗るためには滝川5時49分発2471デーに乗らないと間に合いません。滝川または富良野で宿泊して2471デーに乗るようになります。旭川5時18分発ライラック2号に乗ると滝川5時50分着で、1分差で接続をしない JR 北海道お得意のあるあるダイヤです。体力があり1日を有意義に使いたい方は101便から動けばいいですが、親父は昼間乗れればいいですから、東鹿越15時13分発105便に乗車します。これに乗るには富良野14時19分発2477デーに乗らなくてはいけませんが、富良野へ行く列車にいい列車がありません。王道の根室本線に行こうとすると滝川9時42分発2475デーに乗車です。これで行くと富良野で3時間31分時間を潰す必要があります。以前2475デーは東鹿越行きで代行バスは103便が接続していましたが減便されました。2475デーは災害不通が発生する前は日本最長運転鈍行釧路行きでした。富良野で新得行き直行便が1便だけ走り、2475デーはそれにも接続していたのです。青春18切符シーズンだけ混みますが、普段は利用がないため103便の廃止は仕方がないです。そこで富良野行き729デーで移動しますが、それでも富良野で1時間37分暇があります。729デーはキハ150系単行ワンマンです。7月下旬は2両でしたが、普段は単行のようです。富良野線は基本全列車キハ150系で運転されます。旭川は1番線から11時33分定刻に発車します。旭川は11時10分着728デーの折り返しかと思いましたら、728デーは2番線に到着して回送になりました。729デーの単行車両は旭川運転所から別に回送されてきます。失礼ながらガラガラなのかと思っていましたら、観光客が結構乗車しています。今日も JR 北海道をご利用くださいまして、ありがとうございます。普通列車富良野行きです。特急石塚区間線楽電には止まりません。ワンマン運転のため降りの際は一番前のドアをご利用ください。運賃は両替機をご利用の上、売り線のいらないようご用意ください。検査センターはマナーモードに設定の上、運賃はお控えください。また SOS ボタンの位置を確認いただき、緊急事態が発生した場合は SOS ボタンを押して乗務員へお知らせください。次は神楽丘です。 Thank you for using JR Hokkaido today. This is the local train bound for Furano. This train will not stop at Nishinaka.周辺が何もない美浦市駅で数人が下車しました。4人用ボックス席に座っていますが、前にいた中国人カップルもおりました。その中国人によると農業体験ができるところがあって行くのだそうです。旅先で出会う外国人と会話するとびっくりするのが日本語がうまいです。そして日本人以上に日本の観光地を知っています。蒸気をすごい勢いで噴出する山が見えますが、何という山でしょうか。富良野線の醍醐味、富良野岳や十勝岳と大雪山系の山々がきれいに見えています。今では富良野市内でも広大な田園風景が車窓から見えます。大雪山系の風景は私がガキの頃乗った頃と変わりませんが、富良野線沿線の景色は随分変わりました。正面は富良野西岳などの山々がこれまたきれいに見えます。あの山の尾根はシムカップ村の方まで続きます。根室本線は右の方から金山駅付近にかけて、あの山々の麓を走っています。
富良野に着きます。5番線に入ります。ワンマン列車で運転士による乗り換え案内はありませんでした。東シカゴへ行きは14時19分発で1時間37分待ちです。滝川方面は15時52分発まで列車はありません。今のところ滝川富良野間は廃止対象ではありません。1分少々遅れ12時43分到着します。さあ富良野で少し休憩です。側線にキハ401797が留置されています。多分あの車両が東シカゴ行き 2477D です。久しぶりに富良野駅を降りました。観光客はあまりおらず今日は寂しい駅です。ラベンダーの季節や夏休みの日中は待合室はもちろんのこと、改札前も人だらけです。富良野駅は楽しみが一つあります。今日は営業しているでしょうか、見に行きます。待合室の中にある立ち食いそば屋さんです。元気に営業していました。 JR 北海道の駅は立ち食いそば屋があまりなく、存在する駅は希少なんです。ここの奥さんは肝っ玉母さんなんです。外人が片言の日本語で作り方にわがままを言ったのですが、ノーと突き返していました。きつねそばとおにぎりをいただきました。真冬の富良野は相当寒いです。乗り換えの時間にそばを食べると体がとっても温まります。まだかなり時間がありますので、駅前を少しうろうろします。富良野駅構内を見ることができるポッポブリッジに上がってみます。西側にある富良野駅入り口に戻りました。いい時間つぶしができました。ただいまから東鹿子へ行き普通列車の改札をいたします。東鹿子へ行き普通列車をご利用のお客様は乗り場3番へお越しください。東鹿子より遠く生虎新徳方面には東鹿子から代行バスをご利用ください。2477Dはやっぱりキハ401797でした。滝川から 2475D で来た車両ですね。東鹿子駅で折り返し 2482D になります。なので滝川、富良野、東鹿子へで最初からサボは入っています。まだ発車まで2分以上ありますが、もう信号は開通しています。この列車が行って帰ってきますので、東鹿子駅まで在線する列車はありません。 2477Dは乗りづらい列車だと思うのですが、ボックス席は一通り売れています。運転士さん、気持ちドアを早く閉めました。14時19分ちょうど定刻に発車します。残念ながら地元の方はお二人で、他は全て鉄道ファンになります。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。普通列車東鹿子行きです。ワンマン運転のため降りの際は一番前のドアをご利用ください。運賃は両替機をご利用の上、釣り橋のいらないようご用意ください。次は
トウモロコシ畑が広がります。収穫は終わっていますよね。こんな景色が北海道の大地には合いますし、昔は当たり前でした。富良野新得館は4市町村協議で廃止については受け入れましたが、廃止後に転換されるバスについて経緯や走り方の考えがまとまらず、後から廃止が決まった留萌本線の石狩沼田留萌間よりは廃止が先になりそうです。私は今度は南富良野町で取材をしました。根室本線担当者に話を聞いています。4市町のスタンスはバス転換の詳細が決まらないうちは廃止はないと言います。したがっていつ廃止になるんですかと聞かれることに戸惑いを感じるようです。 JR 北海道が提示した赤字補填は4市町村出さないわけですから、実質廃止ですよねという私の質問に歯切れの悪い返事しか返ってきませんでした。まだ廃止という言葉は禁句のようです。布部駅に到着です。一面二線の駅ですが、駅舎側の線路は使用していません。地元の方がお一人おりました。山部駅に到着です。相対式2面2線でどちらも使います。跨線橋はなく構内踏切で渡ります。東鹿越方面の列車が駅舎側のホームを使います。わあ、もう一人の地元の人が生産していますのでおります。これで車内は鉄道ファンだけになりました。金山まで乗るのかなと期待しましたが、地元の人は意外と近場の乗車です。山部駅の交換設備は石炭輸送が盛んだった頃の長大編成に対応しています。もちろんその頃は石商船はありませんから、大空や仮勝などの旅客列車も食堂車付きの長大編成でした。それが現在は当時の面影は全くなく、ワンマン炭鉱が走るローカル線です。そしてこれだけの設備がありながら、廃止された後は線路を剥がすのです。なんとか活用できないのでしょうか。もったいないです。下金山に到着します。現在は一面一線の仕様ですが、以前は島式ホームで利用されていました。駅舎側の線路は撤去され、一面二線当時の面影はありません。先ほど代行バスの経由や走り方が決まっていないとお話ししました。経由の話ですが、国道38号線は富良野からしばらく根室本線と並走します。そして山部駅とここ下金山駅の間で進路は西タップ川沿いとなり、樹海峠を経由して南富良野町生虎駅へ降りていくのです。富良野市と新得町を直接結ぶには、この国道38号線を経由した方が距離は短く早く移動できます。南富良野町としてはこの経由で町の中心生虎駅は通りますから、問題ないというわけにはいかないのです。
南富良野町は根室本線内で金山駅、東鹿越駅も抱えますから、この駅を経由するバスが必要になるわけです。ところがこの駅を経由する道道465号線は道が狭く曲線が多く、冬の除雪問題もあり、バスが走るにはあまりにも過酷な環境になるのです。当然悪条件な遠回りな道を走れば所要時間は大幅に伸びますから、富良野市や新得町にすれば国道38号線経由に統一したいわけなのです。こんなことから転換バスの走る経由と急行タイプを作るのか、本数はなどなど、あらゆる角度からバスの在り方を検討している段階なのです。すなわちこれらが決まり、 JR 北海道からの転換交付金の額が決まれば、廃止の日は決定される運びです。バスの在り方の協議には期限がないようですが、永遠にはできませんから、もうそんなに遠くない日に廃止される日が発表されるでしょう。金山駅に到着です。金山駅は列車最後の途中駅です。乗車は結局一人もありませんでした。は金山ダムでせき止められた人造湖です。列車は金山湖沿いを走りますが、道道465号線は対岸を走っています。バス転換されるとこの景色は対岸から見ます。左の道は道道465号線から分岐して鹿越大橋で湖を渡ってきた町道です。根室本線は金山ダムが建設された時、金山東鹿越間が線路付け替えされました。湖底には鹿越仮乗降場が沈んでいます。こちらの線路上に移設されましたが、1986年11月1日廃止されました。まもなく終点東鹿越駅に到着します。東鹿越駅は島式一面二線ですが、現在駅舎側の線は使用しません。鉄道ファンが乗ってなければ乗客は0人なので、代行バスも0人でしょうか。本当に利用がなくなってしまいました。これでは廃止された後も気がつかない人が大勢いそうですね。2477Dは15時4分定刻に到着します。代行バスはすでに入っていますが、あちらも新得から来た108便の折り返しで15時4分着です。少し早く到着したようです。この先もう二度と列車は走りません。上落合信号場までの乗車が懐かしいです。この区間はポッポヤ号、那覇29000型、クリスタルエクスプレスなどで乗車しました。次回は後半で代行バス区間です。主に映画ポッポヤで、ホロマイ駅で使われたイクトラ駅の見学。ホロマイ駅は今は亡き高倉健さんや志村健さんが撮影に来たのです。キハ12系23番として使われたポッポヤ号の見学。ロケで使われた建物もたくさん残っていますので見学しました。もちろん落合駅の見学もしております。次回の後半もぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。